さんこんにちは。スタジオクオッカチャンネルです。このチャンネルはクラシックギター奏者の加藤優太とオカリーナ奏者の与葉さつきで運営していくチャンネルです。普段はそれぞれ演奏活動や講師活動をしているんですが、この2020年から YouTube にもチャレンジしてみようと思って、初めて動画を投稿しております。記念すべき第1弾の動画は年末に12月の15日に15でいちごの日だからいちごで吹いてみようと思ったけど、やっぱりトウモロコシで吹いてみた We wish you a merry Christmas というのを SNS に投稿したところ、大変好評をいただきましたので、なんかそのトウモロコシ売れたらしいですね。そう、なんかご購入いただいた方もたくさんいらっしゃったそうなので、それはちょっと効果があるあらあらかな。とってもいい音がしますので、今日は正真正銘のいちごの日、1月5日にいちごで、1月1日お正月の歌を吹いてみた。やっぱりどっかちょっとずれてるよね。何がですか？いちごで、いちごの日に1月1日を吹くんですけど、じゃあもう1月5日でいいんじゃないですかね。まあちょっとね、新年明けましておめでとうの歌を吹いてみたいと思います。聴いてみたいと思います。聴いてみてください。意外といい音がするんですけれども、そうですね、なんか、まあ、かわいい、とにかくかわいいこの2つの楽器。また楽器の紹介の動画も出したり、演奏動画も出したり、演奏の解説動画を出したり、まああと自分たちの解説動画も出したり、いろいろしていきたいと思いますので、よかったら温かく見守っていただけると嬉しいなと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。